ブルームホンケーンは南アフリカ共和国の中部フリーステート州もテオ郡・マンガウング地方自治体に位置する地区である。2000年まではフリーステート州の州都として独立した都市であった。人口は2011年で約26万人。南アフリカはプレトリア、ケープタウン、ブルームホンケインと 首都機能を3都市に分散しており、ブルームフォンテーンは南アフリカの四方首都である。ブルームフェンタンとはオランダ語及びアフリカーンス語で花咲く泉という意味である。なお、バラの都市という愛称も持つ。19世紀半ばに建設され、オランダ系移民によるオレンジ自由国の首都になった。オレンジ自由国に埋蔵されているダイヤモンドなどの地下資源を狙い、 1899年よりイギリスが侵略戦争を行った。1900年3月13日にイギリス軍によって陥落し、その結果オレンジ自由国は崩壊し、イギリスに併合された。1910年、南アフリカ連邦の成立に伴って、この地に最高裁判所が設置された。1912年、この地でアフリカ民族会議が結成された。 ブルーム本ン,ンは南アフリカ共和国の中部に位置しており、海岸からは遠く、標高は約1400メートルである。ガラス加工、プラスチック加工、金属加工などの製造業が盛んである。なお、約150キロメートル北西には、キンバリー、約120キロメートル東には、レソトのマセルが位置している。ラグビーワールドカップ1995や2010フィフ ワールドカップの開催会場となったフリーステートスタジアムがある。ブルーム本店付近はステップ機構である。ありがとうございます。